愛です。明かりだよ。ローラモデルの使い方を知りたい。と思った人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。ローラモデルは特定のアニメキャラクターを生成したい場合などに主に使用することが多いです。それだけでなく、いいと思ったローラモデルの画風を複数混ぜて使うことによって、質の高い全く違う画像生成をすることもできてしまいます。この動画では、 ローラモデルの使い方について解説します。ローラモデルについて、ステーブルディフュージョン WebUI でのローラモデルでは、使用する際にシリット AI などからローラモデルをダウンロードしてからファイルに入れて、プロンプト内で各カッの中にローラモデルを使用する記載が必要です。CRT の方では非常に簡単な使い方になっていて、CRT のサイト内にローラモデルが用意されているので、 そこから使用するモデルを選択するだけになっており、プロンプト内に各括弧を記載する必要なく使用することができます。ローラモデルの使い方がステーブルディフュージョンウェブ UI よりもわかりやすいということだね。モデルにはチェックポイントモデルとローラモデルがありますが、使う場所が異なっていて同じ設定場所で使えるわけではありません。始めたばかりの人は勘違いしやすいかもしれません。モデル項目では、 チェックポイントモデルを選択して使用する場所になっています。ローラの項目では、ローラモデルを選択して使用する場所になっていて、チェックポイントモデルと分けられています。ローラモデルは、使用するチェックポイントモデルに対して追加で学習させていると思っていいでしょう。ローラモデルはどういった時に使う時が多いのかなローラモデルは、特定のアニメキャラクターの特徴を出したい時、 またはローラモデルにある画風の特徴を出したい時に使うよ。チェックポイントモデルだけで特定のアニメキャラクターを生成することはできないということかな例えばだけどチェックポイントモデル単体だけを使ってプロンプト内容に特定のアニメキャラクターの名前を入れたり特徴のある呪文を入れて画像生成しても似ていない場合が多いよ有名なアニメキャラクターの場合は名前を入れただけで生成できる場合もあるけど ほとんどの場合は不可能なの。だから、ローラモデルで特定のアニメキャラクターが学習されているモデルを使用することによって、プロンプト内に名前を指定して入れなくても生成できるようになるということを覚えておいてね。わかった。ローラモデルで画像生成する方法について、ホームにある左上のローラボタンをクリックしてください。自動出会い広場に移動してから、右上にあるカテゴリがローラに設定されます。 下部にローラモデルだけ表示されるようになります。作成したいローラモデルの右上にある創作ボタンを押してください。ローラモデル、プロンプト、ネガティブプロンプトなどが自動で設定されます。ローラモデル項目に、ローラモデルが設定されていることが確認できます。下にある数値は何かなこれはローラモデルを適用させる影響力になっているよう、小さいほど影響が弱くなり、 大きいほど影響が強くなるの。だけど、大きくしすぎると逆に質が悪くなってしまうようこちらではローラモデルの影響力を0.1、1、2の3つで数値設定した比較画像になります。数値としては1が元々のローラモデルと同じような画風に近いです。1未満より少しずつ数値を小さくしていくと、チェックポイントモデルの画風が強くなっていきます。 最大である2の数値では質が悪くなっているのが確認できます。確かに他と比べるとクオリティが低くなってしまったね。クオリティの高い画像生成ができる推奨値はどのくらいなのかな ?1.5 以上に設定してしまうと画像全体が崩れてくる傾向にあるから、参考までに推奨値として、最大1.4以下の設定にしておくといいよ。了解。ローラモデルを複数使用する方法について、 ローラモデルは一つだけでなく複数使用することが可能です。影響力の数値もそれぞれ調整できるので全く違う画風に仕上げることができます。特定のアニメキャラクターから離れて全く別の人物として生成することもできますし良いと思った画風のモデルを複数使用することによって質をさらに高めることができるのでおすすめです。ローラモデルを複数使用するにはどうしたらいいのかなここからローラモデルを新規作成。 または複数追加したいときは、右上にあるローラの項目をクリックしてください。上部の右側にある、より多くの画像を押してください。下部にローラモデルが表示されて選択することができます。他にはお気に入りしたローラモデルや、学習させて作成したローラモデルなどもこの画面から使用することが可能になっています。まとめです。ローラモデルを使うことによって、 特定のアニメキャラクターが作成できるようになります複数使用すると全く違った人物に変えてしまうことも可能ですし気に入った画風を組み合わせてさらに質を高くすることもできます使いこなせるようになると生成のバリエーションが増えてクオリティアップにつながるので覚えておきましょう以上でローラモデルの使い方について解説しましたアイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています 動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました